皆さん、はじめまして。滋賀県のプレイズレポーターの長浜キリスト教会牧師の高橋博史です。今日は2月11日に開催された世界福音伝道会教会合同聖会のレポートをいたします。この聖会は毎年2月11日の祝日に世界福音伝道会、通称ウェックと言いますが、滋賀県、京都、奈良で伝道している15の教会が一つところに集まって開く聖会です。団体の職業会は通常は違うところで礼拝伝道していますが、年に一度一つところに集まって神様を礼拝することを目的として集まっています。今回、滋賀県の東近江キリスト福音教会に集まりまして、信仰歴50年を超える方々から青年、子供に至るまで、また様々な国から来ておられる方々が心を一つにして御言葉に耳を傾けました。今回の講師は日本同盟キリスト教団西大寺キリスト教会で若者伝道を展開しておられる西村孝則先生をお迎えして、人が育つ教会というテーマで午前午後2回の聖会を持つことになりました。西村孝則先生は JA 日本福音同盟の青年委員長をされ、2012年の JA 総会で次世代育成のビジョンと教会形成というテーマでミッションテモテ21の発題をされました。今日の日本社会は高齢化社会となっています。また大都会と比較すると地方の高齢化はさらに激しいものになっています。この高齢化は日本のキリスト教会にも押し寄せています。教会から青年や子供がいなくなったり、教会学校の存続が危ぶまれる教会も少なくありません。危機感は多く感じていても具体的な打つ手が見つからないのが現状です。講師の西村先生は西大寺キリスト教会で実践しておられることを例に挙げながら、次世代につながる宣教方策を語ってくださいました。第一に現状の認識から始まります。子供はいないと言いますか、決していないわけではありません。昔のようにビラを配ればたくさんの子供が集まった時代ではありませんが、戦後60年を超える伝道の結果、クリスチャンホームの子供たちや孫たちの数は結構います。教会学校にも少ないけれども来ています。教会学校の先生は熱心です。その少人数であっても来ている子供たちを教会を挙げて歓迎し、大切に空気を作ることが大切です。第二に、教会に青年が少ない、いないというわけの分析が行われます。クリスチャンホームの子供たちがどれだけ教会に定着しているでしょうか。クリスチャンホームの子供たちを洗礼に導き定着することができれば、今日の問題の突破口になります。教会学校に行っている子供たち、クリスチャンホームの子供たちが中学生、高校生の時代に教会を離れてしまうケースが多くあります。なぜ10代の青年が教会に定着できないのか、ここを分析して改善することが今日の福音宣教の突破口になっていきます。第三に、10代の青年たちが教会で育つプログラムが紹介されました。これはまず青年を迎える、青年を歓迎する雰囲気作りを始めることが提唱されています。中学生や青年を迎える雰囲気を教会を挙げて作り上げることから始まります。10代の子供が教会に来ると、教会の人たちは声をかける、笑顔で応答する、年齢に関係なくフレンドリーに接することから始まります。また技術的には若者の話を否定しないで受容して聞いていくこと、信頼して裁かないこと、時間がかかっても諦めないで
待つ忍耐、がっかりすることがあっても諦めないしぶとさを持つ青年と関わる信徒がいれば、青年伝道は大いに期待できます。青年と関わる指導者は今日の青年の真理を理解しなければなりません。青年たちが求めているのは教会の中での居場所であります。また仲間意識、友人関係です。これらが育つ場所や機会を理解して利用していくこと、育てていくことも大切です。合宿やお泊まり会のように一緒に時を過ごす機会を作る。青年たちの仲間意識がゲームや遊びで気づかれてきますが、それらとともに彼らの言葉で理解できる信仰の学びをすることや、また実物教育、体験教室などが青年の教育には効果的と思われます。聖書の劇をみんなですること、あるいはまた実物大のゴリアテを作ってみることなど、今日先生から生徒への一方的な教育よりも体験的な教育の効果があることが示されています。何とかしてクリスチャンホームの子どもたちが10歳代で洗礼を受け、教会に定着して2代目3代目5代目にまでつなぐことを目指しておられます。大きなことができなくても、今教会と関わっている子どもたち一人でも二人でも大切にして愛して育っていかれることを教えられました。若者を教会の空気に合わさせるのではなく、若者の空気に教会が合わせていけるように、教会の中で若者と親しくなれる指導者が起こされ、その指導者をまた教会は大切に受け入れ応援することを教えられました。この政界が若者伝道の突破口になることを期待しています。私たちの教会でも10歳代でクリスチャンホームの子どもたちが洗礼を受けることを励ましています。またちびっこ英語やいろんなプログラムをして、お孫さんを連れてくるように、お子さんを連れてくるようにと励ましています。これらの小さな試みが大きな流れになることを期待しています。滋賀県から高橋博士がレポートいたしました。